大竹新思考有毎週金曜日は経済学あの途中最初少し話しちゃったんですけど、はいうん、僕はどういう時代に生きてるのかっていう,こう現代カタストロフ論って書いてみて分かったんですけど、うん、50年周期でね、うん、大きな転換が起きるんですわ。うんうん、これをあのヨゼフ・シュンペータっていう有名な経済学者はコンドラチェフ循環と呼んだんですけど。 だいたい人のい一世代がめぐる。うん、生産年齢人口って、十五歳から六十四歳じゃないですか。五十年過ぎると、いろんな技術、うんえー、エネルギーや動力や、あるいはコミュニケーション、メディア。こういうものの手段がどんどん変わっていくんですね。うん、それで、その技術転換、あと、大きなあの国の勢力も大きく変わるので、うん、戦争が起きやすくなるんです。五十、うん、年すると、みんな。 戦争の記憶がなくなって記録になっちゃうんでもう一回大ききな戦争が起きるんですよまさに今のこの国の状況でしょうね。このじゅで、うん、1914年に第一次大戦17年にロシア革命18年から20年にスペイン風邪の大,パ,デダンパ,大パ,ンデパンデミックでしょ。この頃にふ普通選挙制ができ それから EU 型の付加価値税の原型である取引高税というのが導入されそれから電気電信が生まれで重化学工業の時代になり社会主義と資本主義の冷戦時代が始まるんですよ。で同じな危機が大恐慌第二次大戦と過ぎて。 イギリスからアメリカにか変わっても重化工業時代だったのが派遣春国も変わってうですねそう1970年代にニクソンショックとそれからオイルショックが起きてスタグレーションになってそれまでの金に縛られた通貨制度が全部廃棄されて変動相場になって、うん、お金が市場であの信用通貨だけ、うん、つまり紙幣本位制に変わっちゃうわけ。うんうん でバブルとバブルの崩壊を繰り返してでこの時代にコンピューターの技術とか情報通信に変わっていくんですね。でそっから考えると50年今なんで,すよで,でこれはね経済学やいろんなものに対する挑戦なんだけど政治学もそうなんだけど世の中のこういう大きな産業構造や政治制度や民主主義や税制やいろんなものは。 市場の選択であるとか民主主義の選択じゃないんですよ、うん、こういう危機が起きて大きなガクンとした変化の中で初めて人々があの危機に対応してそういうのに見まがえてやるわけですよ。で結局例えばあの戦争の時代って所得税にどんどん増税されてもみんな戦争だから仕方ないってみんな抵抗しないんですよ民主主義的には。うん 同じように今例えばエネルギーの転換を必死にヨーロッパは始めてるんですよ再生エネルギーなんかに。それはなぜかってロシアが石油をガスを武器にしてやるからドイツもオランダもデンマークも必死に変えてるんですね。でそういう大きな変革が起きているっていうことをもう一度思い起こすと僕らが腹をくくってこの世界の流れにどう 乗っていってそこで戦闘を切るために努力をするかっていうね、うん、覚悟を決める<の>そういう時代なん先生さ個人って考えるとなんて大変な安泰で一生安泰じゃないかもしれない、うん、そのやばいぞって考えるけどでも個人じゃなくて時代の流れでその時期に生まれたってこのたまたまだよ そう考えると面白い時に生まれたって面白い時に生まれたそれで、うん、もうちょっと言うとこのコンドラチェフ循環は創造的破壊って言われてるわけ、うん、つまり新しく全部が生ま,生まれ変わるのよ、うん、そうすると古いシステムにしがみついてる人たちは必死に抵抗するわけ、うん、でその抵抗してるダメな勢力が今日本を牛耳ってるわけ、うん、だからどんどんダメにする方向へ向かってるわけ。うん でなぜかってったら支持率が25%で支持率69%で臨時国会が終わっちゃって統一教会問題も曖昧にしながら、うん、こ国民的な議論を避けて、うん、それで防衛費増大とか 原発の60年超の運転とか新設とかいう,もう国民の利益とは関係ないむちゃくちゃのことをやるとそうすると滅びていく経団連の重化学工業の利益になるような政策へどん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 ,どん突っ走ってるわけだからこれは日本全体が絶対うまくいかない路線なんだけれど。 抵抗してていいくのはは彼らは滅びれは流れだから流れの通過点だってあとで最後でいいんだけど青木がささっき2人でさどうしたらいいかっていうふうなのって青木だけ答えてないから知りたい、ね、ちょっと、はいあのー、僕は金子さんのような経済の専門家財政の専門家じゃないけれどもでも金子さんの話聞いててもそうだしだから。 ある意味でその既得権を持っている人たちが要するにまあその世襲政治家なんてのは典型的だけれども既得権を持っている人たちが自分の座席さえ守ってしばらく5年なのか10年なのかこのまま過ごせればいいやって言って沈没していくっていうのが今の状況だとするんだったらその僕まだ今日あの金子さんと小手間先生のこの「カタストロフ論」っていうのもまだ読んでないこれ今日いただいたんですけれども間違えたらおっしゃってほしいんですけれどもこれ「カタストロフ」っていうのは多分いずれ。 来るとで、うん、この国もその50年周期なのか77年周期なのかともかくとして来ると、うん、でもひょっとするとそれっていうのはもしかするとこうそこから立ち上がるための始まりの一歩になるのかもしれないなっていう気がします,よ、ね、そ,すそのね、うん、このカタストロフ論の定義は、うん、あの一般に崩壊とか自壊っていう風に訳されるけど、うんうん、数学的な厳密の意味では非線形的な変化って難しい言葉だけど、うんうん 急激なガクンとした変化が起きるとその時の局所的な変局点っていう定義なんです。つまりあるところに矛盾が集中してそこに一点に変化がそこに集約されて一気に変わっていく例えばエネルギー問題をあの拠点にしてガラッと変わっていくとそれに対する抵抗がこの原発60年超新設っていうのをどさくさに紛れて これをやそうしたら、日本は滅びていく道を選ぶわけですで、どっかでこれは破綻するわけです、なぜかっていたら、世界中が再生エネルギーになり、蓄電池になり、そしてスマートグリッドになって、その時日本だけが原発やってたら、絶対ダメなわけですよ、それはもうコストも高いし、危険だし。 っていうことがきるでそのエネルギー転換の中で自動運転とかあるいは電気自動車化が進んでるのに日本はトヨタやホンダはね今までハイ,ドハイブリッドはうまくいってたんだけど、うん、ある時そこでガンと負けけちゃう可能性があるわけですよだけどそのガクンとね負けちゃうっていうのがある意味こうなんていうのかなそれはカタストロフなんだけれどだけどせめてそのなんかこう紛争とかね というものと同時に訪れないような努力だけはしないとまずいもちろんそうですうそのためには前向きに日本の社会はこういうふうに変えていくんだと でこういうところへ向かっていくんだっていうビジョンを持って強い意志で前へ向かっていかないと後ろへ向かっていく人たちは戦争したいとかあるいは古い作業にしがみつくとかそういうことになっちゃうわけですよ。<や>でよ強くもうそれこういうふうな国なんだってこういうふうにしたいんだって打ち出してくれないと我慢ってできないわ。でよくねまず今の立ち位置をよく冷静に見た時に。 原発に擁護してる人たちはみんな偽物。うん、なぜかって言ったら、東京電力は今10.5のあの賠償を払ってるけど、裁判所に次々負けてるからもっと増大していくわけですよ。もともと14兆円あ1兆円の公的資金から始まって2兆4。兆ってどんどん5。兆ってどんどん増えて11兆だった。 その賠償しやの自己処理費用が22兆になってるんだけどそれも間に合わなくなってるわけ、うん、税金でいろいろ補填しても14兆だと。 つまり潰れてる企業をいかに延命するかっていうことをただひたすらやってるわけ、東芝も収益部門も全部売ってダメな状態でファンドに持て遊ばれてる状態で非、非公開の企業にしようとしてるこれ、みんな島田孝也、今井直あのんあるいは島田隆こういう連中、筆頭にする経産庁のす 彼らがまさにこの失敗を続けけてきたわけでも前半にね、うん、金子さんがボソッと言ったけど要するにそういう時代だとそのさっき言った家庭再建みたいなものをやってる人は強いよねっていうようなところあるじゃないですか。だから本当にその強い意志を持ってこの国をどういうふうにするのかいずれこれ多分カタストロフは来るんだけれどもその時にどうやって立ち上がっていくのかっていうのも面白いしそういう状況の時に。 まあ家庭菜園っていうのはちょっと例えたと思うんだけれども、やっぱり自分の足で立てるような形ってものを、一,一人一人の人間が作っておくっていうことも大事ですよね出発点は地域なんです、うん、キーワードは。うん、それで、これだけ貿易赤字がひどくなったら、輸出産業を伸ばしてなんて無理じゃない、しかもこの連中に任しておく限り、どんどん遅れた産業になっていくわけだから、そしたら。 まずはエネルギーを自分たちで作りして、えー、農作物を自分たちで作りっていう自給率を高めていく地域の中であるいはエネルギーを自給するんでも役所のレベルでまず自給率農協だったら農協の施設で自給率っていうミクロな地域で自給率って形でどん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 ,どん自分たちが自活できる基盤をあの築きながらそこで イノベーションのきっっかけを作っていくねえそれにしても先生さ教科書だったらだよ歴史の教科書だったら一行でその転換の次の行に転換ので書くけどその転換期に生きてると思ったら逆に考えてたよ面白い時期に生まれたなって面白い時代に生きてるなっていうふうに思えるけど結構長いね はい、だけど千葉崎東村の,夜明,けの前夜明け前と同じで地、うん、地域地域に一つのストーリーリがあるんだわ、うん、そこで自分,<域>自分たち例えば新潟だったらね、うん、ウォーターセルとかいう有名なさ水商売って名前だけど、うん、あれが地域の,そのスマート農業の,あのい,いろんなソフトを作って売って。うんうん なんとか地域で自動運転をやったりとかね、うん、そういうストーリーがいろんな地域で芽生えてるわけさ、うん、だからそういうなんかね僕らはあの新しい営みをやりながらなんとか生活を防衛しながらそこから新しい社会を作っていくっていうことが大事なことじゃあやっぱりあれだねすごいその何かに特化した才能があったりする人いわゆる天才みたいな人をみんなで守って 守っていかないとね、どこの地域から出るかわかんないけどさ。いや、その通りであ。一人が現れたらもうたかる。すごい。お金あれだ、ね。前もね、負けない人たちっていう本書かれてたじゃないですか。だからやっぱり各各地域で、そういう人たちっていうか、そういうムーブメントが起きてきていて。それをどうやって、ネットワーク化したりとか、うん、こう背負うしたりとかってことができるかってことだよね。いや、もうみんなによく言われるんだけど、金子さんよく粘り強くね。 なんか安倍さんの批判とかや,やり続けてるなとか言われるんだけど、何のことはないよ、抵抗しても絶対、あの曲げないでやっていくっていうのはさ、絶対勝つっていう理屈,理屈でも間違いないし、今の状況で私が予測通りになってるし、だからそういうなんか、あのうん、揺るぎない確信みたいなものがあって、うん、なんとかここを突き抜けていきたいという希望を強く持ってるからなんですよね。うんはい 金子雅さんありがとうございました、えー、エンディングまでお付き合いいただきますお知らせの後は交通情報です